今天我們要講的就是湯。湯為什麼呢？湯不是我們喝的湯。是嗎？是為什麼？原來在日本人的湯即是解熱水 Hot water。 那怎樣讀呢？日文 You 你 You You。 那有些什麼地方經常都會見到 You 的呢？例如去浸溫泉啦，南湯的湯。是，你去浸溫泉見到個湯，有沒有人曾經想問人是不是喝的呢？其實不是的，是解熱水而已。用湯這個字做個例句。皮膚が赤くなっちゃって、なんで？さっきお湯でシャワー浴びました。お湯でシャワー？危ないよ。好，跟住我哋下一個漢字就是豬文。豬文，豬文，其實大家估下點解？豬文成日都會喺餐廳嗰度見到嘅喎，就係當大家咧一坐低，通常就會咧見到有個掣啊，或者見到有個 iPad。它上面就會寫住注文呢兩個字嘅喎。咁如果你一撳咗個注文個掣會點啊？就可以 order 啦。哦，原來注文即係話點餐。點餐。咁但係日文點讀咧？注文。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 咁如果你對住啲日本嘅 waiter， 你講すみません、注文，咁佢就知道你要點餐啦，係咪？咁不如我哋點餐好嘛？俾一個例子大家。好啊。嚟啊！はい、すみません。今日は私は注文します。あ、私注文。あなた？私。あれ注文したいの？うん、お腹が空いていますから。空いていますか？空いていますか？空いているから。お腹ペコペコ。はい、ペコペコ。たくさん食べたいんですか？はい。あ、注文してください。どうぞ。はい。第三個字就是放題。日文就是喝大，咁放題點解啊？大家成日去啲餐廳啊食嘢，都會見到咧，哇幾多幾多億咧就放題，乜嘢放題？有個食字啊，有個飲字啊。咦，其實喺香港都成日見到喎。嗯。就係任食同埋任飲。係啦，無限添啊，喺一個指定嘅時間裏邊。咁其實任你做一樣嘢，其實唔一定食嘢，其實咩都可以放題嘅喎。譬如錄音室任你唱，任你錄音，咪叫 recording 叫喝大咯。又或者卡拉 OK 唱歌啊。活得好大，活得好大。哇！如果買嘢，俾一個錢任你買咧，任你買咩都有冇啊 ？Shopping 叫好大？唔知有冇咧，咁佢蝕本啦。哦，咁所以好大即係話任你買，任你食，任你飲。我哋而家試下第一個例子啊。好啊，嚟啊。嗯。啊，すみません。この切符がいくらですか？あ、これは3万円です。ね、これ乗り放題です。ああ、わかりました。はい。好啦，而家就带大家去日本嘅餐厅。我哋要首先袋一啲纸喺袋先。咁我哋去到间餐厅，首先第一样嘢系要做咩咧？通常就问人哋有冇位啦。系啦，咁有冇位点讲啊 ？I day masker。I day masker。咁跟住个店员就会问你几多位啦。咁你唔识讲唔紧要啊。手勢佢知幾多少位嘅。如果再數落去咧，日本人嘅手勢有冇同香港人唔同？嗱，以我嘅認識咧，日本人一二三四五都係咁嘅，但係六咧就千祈唔好咁做。嗯。六咧好似係咁樣嘅，七、八，咁樣搭上去嘅。嗯。係。咁通常都唔會有九十位咁多人去食嘢嘅啦，係咪？所以咧，其實你可以數一二三四五六七八九十，係啦。Okay. 有冇位之外咧，想去廁所啦，食食下。哦，咁跟住又唔知廁所喺邊喎。嗯，咁你會點啊？就問個店員。喺邊？喺邊就係どこ。加埋我哋學過嘅ですか。嗯。就係話 where 啦。嗯。咁你想問乜嘢喺邊，就將嗰個地方擺喺前面啦。譬如洗手間喺邊啊？トイレはどこですか？好啦，咁跟住。想攞一啲嘢，想人哋俾啲嘢你啦，喺餐廳，唔該俾樽鹽我，唔該俾杯水我，嗰、那個唔該又點講咧 ？Kudasai。冇錯啦，嗱，千祈唔好以為阿里吉多同 Kudasai 係一樣喎，你唔可以話水阿里吉多喎，水係阿里吉多係多謝，我哋請人俾啲嘢你係乜乜 Kudasai Kudasai 咁啊，譬如話俾杯水我，我米兹 Kudasai。我米兹 Kudasai。係啦，你想要乜嘢？就乜乜 kudasai 就得噶啦。
好啦，咁跟住去到餐廳飲完杯水，想再愛多一杯咯。嗯，有冇試過？有啊，但有時唔識講啊，應該點講啊？如果想要多杯水或者要多一碗飯，係啦，首先我哋要學識 refill 呢個日文就叫 okawari。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 係啦，咁咧，所以咧，我哋想要添水添飯，乜嘢再嚟多杯嚟多碗咧，就乜乜 okawari kudasai 咁就得啦。咦？咁我哋可以用埋上一集學嘅これ。系，冇错，系啦，冇错，咁佢就会觉得你好劲啊！呢日文，佢呢个考啲 kudasai， 譬如你抹手布 oshibori 嗰啲咧，嗰啲湿布，俾多个 oshibori， 我考你。好啦，咁啊食完嘢好饱啦，咁要俾钱啦，埋单，埋单你会点咧？我开车，我开车嗱，我开车其实个中文咧，就系会计，其实会计咧。account 其實在日文嚟講咧係解俾錢，咁所以咧你成日都會見到餐廳有個我會計啊，我字係一個日文字，係一個尊敬語，係尊敬一啲物件嘅。咁見到會計呢個字咧，代表嗰度係要俾錢嘅，百貨公司啦，餐廳成日都會見到。咁如果你想埋單咧，算翻聲我開車，咁就已經明白佢就會攞張單嚟俾你啦。我開車，我開車，係啦。好啦，咁啊，跟住有陣時我哋去餐廳食飯要 book 位喎。係啊，日本好多餐廳都好好味咧，如果唔 book 會冇位噶。咁 book 位預約點講咧？咦，呢一個字咧同中文都係一樣，個漢字係預約。係啦，而個解釋都係一樣，寫預約。咁但係日文點讀咧？予約。予約。予約。係啦，咁如果譬如我打電話上去預約咧，すみません、予約したいです。就是 book 位了。好，那我们现在到大挑战。好，我们现在去一间餐厅叫东西吃。我们要成功可以入到一间餐厅叫东西吃，然后给钱走。然后不给钱走，是吧？我给钱走。OK， 好了。啊，いらっしゃいませ。何名様ですか？我要冇呢啲字嘅。啊，すみません、空いていますか？啊，空いています。何名様ですか？あ、どうぞ。タバコを吸いますか？タバコ？雖然唔知佢問乜，但係タバコ應該就問我食唔食煙啦。咁你都估到？嗯。啊，どうぞ。はい。啊，すみません。はい。注文します。はい、どうぞ。はい。これ、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 ください。はい。飲み物は？あ、飲み放題ですか？あ、すみません。飲み放題は夜だけです。夜？そうです。はい。うん。コーラください。はい。以上ですか？はい。はい、ちょっとお待ちください。はい。飲み飲み食食飲み飲み食食食完了。すみません。はい。お会計。はい、ちょっと待ってください。はい。はい。3万円です。すみません、いくらですか？3万円でございます。すみません。はい。財布財布財布どこどこ？喺日本千祈唔好埋單嗰陣時同個店員講好貴啊，好失禮啊。はい。あ、すみません。はい。はいはいはい。順便教你一個字，食霸王餐知唔知點講啊？食いにけ。食いにけ。にけ即係逃走啊！食いにけ。食完俾錢咧，就係食霸王嘢。食いにけ。食いにけ。ですか？悪い人ですね。はい。はい。すみません。はい。はい。ありがとうございました。おかげさまで。はい。あ、すみません。ごちそうさまです。お会計さんで。面白い人です。ごちそうさまでした。あ、呢句好有用。食飯。はい。喺日本ね。
食完飯之後大家都不妨一定要，無論是就咁企喺度食壽司，定係食一個好好味嘅餐，都最好講呢一句。ごちそうさまでした。一般人以為是講ありがとうございました。其實不是的，你哋喺日本食完嘢走之前咧，ごちそうさまでした。日本人一定不會講ありがとうございました，係店員先會講嘅。但係好多香港人喺食會對住個店員講ありがとうございました。不過唔緊要啦，因為你哋係遊客嘛。如果你識講ごちそうさまでした，佢哋會覺得你好勁啊。ごちそうさまでした其實是有一個很感謝人你款待這一餐給我餐給我吃飽了，甚至乎你知不知道埋單都可以這樣說、你吃飽ごちそうさまごちそうさま那就是埋單的了、我想學多一個這餐你請怎麼說おごってもらっていいですかおごる是請おごるおごってもらっていいですか？呢個好深嘅，呢個好深。おごる係請客。おごる？おごる？おごりません。おごる。ありがとうございました。はい、じゃあね。ごちそうさまでした。我想揀放題依個字，不如你整首 rock 啲啊，因為放題好有。多謝。你拿翻啊？我會吸多個，叫你得。好啊。你知唔知人哋可以係因為人哋真係講日文好叻，我識嘅字已經用曬，成個腦好慘。好嚟啊！